皆さんコロナで運動機会が減り体がブヨブヨタフタブ目を塞ぎたくなるような体型で悩んでませんか実はこの体型崩れあることをすると簡単に解決することができます今回の特別にこの動画でその解決方法をお伝えしていきたいと思います 今回ですね、まあ、皆さん、約2年ぐらいですかね、もう、自宅療養だったりとかですね、なかなか外に出れないと、まあ少しイベントも復活してきましたが、まだまだね、うーん、マスクもまだ外してる人なんてね、ほぼいないですからね、まあそれだけ、まあなんかこう、せちがらい世の中になってしまいましたが、気がつくとですね、こんなに、 お腹が出てのかな,なんか二の腕がすごいタプタプするなとかですね背中のこの脇の辺りにすごく肉がついてきたというお悩みをたくさん受けてですね気づいたあのなんですかひょっとなんとか骨折ってありますよねいつの間にか骨折みたいないつの間にかデブみたいなですね状態になってしまってる人がですね非常に増えてるそれはなぜなのかという なぜ人間が太るのかというですね、ところにもあるかもしれないですけど、体っていうのはそもそもですね、なぜ動く必要があるのかという、動かないとどうなってしまうのかと。一番分かりやすいのはですね、まあ、ちっちゃい時に、なんかギブスとかで骨折した人が非常に分かりやすいかと思います。なんかぐるぐる巻きのギブスとしたらですね、手が細くなったとか、よくアキレス腱でスポーツ選手がアキレス腱切ったりして、なんか復帰した動画を見ると、 足がが左右でで太さが違うとかですね、まあ、骨盤ずれてる人で足の長さが違うとかいう人もいらっしゃいますがまあそういうことですよどういうことだってつまり動かないと筋肉が萎縮してくるはずなのになぜ太るのかと余計な過剰摂取と動いてないわけじゃないんですよ実は特に大人になるとですねなるべく エネルギーを使いたくないのとエネルギー効率が悪くなってるので、あのー、まあ動かなければ動かないこといいですよねで体が大きくなってる分子供よりもですねその必要なエネルギーは必要になってくるのでまあそれを勘違いして、あのー、収支バランスが悪くなって、まあ、お金とねお金の入りと出を考えれば分かると思いますけど出の方が激しくなってしまうとどうしてもねあの口座にお金がなくなってしまうと どううしよもなくななくるみたいなんですね状態になってしまいますので、まあ、体もそうなんですよね実は、まあ、今の方々ってあの考えなくてもいいほど考えてたりとか、まあ、いわゆる考えてること考えることって人間の工事の脳を使うけかなりエネルギーを使うんですよねってことはんと何もしてないと思ってても脳にはエネルギーが特に心臓から脳って近いのでここのエネルギー分配っていうのは非常にやっぱり なるべく早くね脳に血液が回らなくなるとねすぐ死んでしまうっていうねまあ1分でも脳死するっていうふうなあのー、分岐があったりもしますのでまあそれとと,ともにもう人間ってあの無意識が95%とかね意識が5%とか言いますがやっぱりですねその意識に上がってから自分をやってるように思ってても結局ですね脳って、あのー、これ面白い実験がいろいろあるんですけど あのー、いつでもボタンを押していいですよって言ってボタンを押してもらってその時の脳の動きを見てもらった時にボタンを押そうと意識をしてから押すんじゃなくて頭の中でその押すっていうですねものを想起させる神経が動いてから体が 意識的に動いてるって。だから結局神経細胞が先に動いてる。脳が先に動いちゃってるっていう脳に作られたこの世界みたいな状態なんですよね。なので、それだけ脳を使ってるっていうことを考えると、まあ、動いてなくても動いてるわけですよ。心臓も止まってないです。呼吸もしてるわけです。それでなんかこう、疲れた気になってしまって、ああ、今日も頑張った、みたいなんですね。あのー、だからいっぱい頭使ったな。だから甘いもの食べようかな、みたいな。で、一回まあ、そのループ入っちゃうとね、あのー、その暮らし楽なので、やっぱりそういうのが続いてしまって、いつの間にかあれ ね、ズームだから顔から上しか出ないからと思ってたらすごく怒鳴ってるみたいなこれはね非常に大変ですよね動こうと思ったら体も動かないしさてさてどうしたものかと、まあ、今回はこういう体型崩れのですねお悩みに、まあ、一発逆転満塁ホームランみたいなですねところをお伝えしていきたいんですけどもう非常にシンプルでですねその場でしゃがんで立ち上がる、うん、これだけですねしゃがむっていうのはですね 非常にスクワットでよく言われるんですよスクワットっていちいち姿勢を維持しなきゃいけないんであの考えなきゃいけないんですけどしゃがめばいいんですよ要はでしゃがみ方っていうのはコツがあるんですけど本当にしゃがんで立ち上がるっていうだけでもフルに体の、まあ、下半身から上半身全体に使う特に、まあ、おちょもう少し足した人は万歳してやるとよりいいですねまあこれは何回とかではなくて1回椅子から立ち上がったり1回椅子に座ったらその1回やるとかですねそれぐらいでもかなり効果ありますから ぜひですね、あのこのしゃがむっていうですね、はい、この動きを取り入れていただけると、ちょっとした体形崩れだったらですね、本当に1週間、いや、3日ぐらいでね、もしかしたら良くなってしまいます。まあ、こういったですね、体のお悩みに関して私はですね、あ、こんな感じでも続ければ解決できるんだっていうですね、もう誰でもまああの手に取る。 もう本当に100円ショップみたいなイメージですよね。てか、届きやすいような情報、そして、まあ、理解しやすいように噛み砕きながらお伝えしていきたいと思ってますので、ぜひですね、これからこの動画を見ていただいて、まあ、あの、興味持っていただいたりとか、この先、またねこう、自分の悩み聞いてほしいなって方はですね、ぜひコメントに、あのー、コメント欄にコメントいただいたりとかですね、まあ、このチャンネル登録していただいて、これからの動画を楽しみにしていただけると、僕も励みになりますので、ぜひ皆さん一緒に、 体を良くして体の性能を良くすることでまあ自分が今この場にいる一歩前二歩前に出てくことで新しい世界の扉が開いていきます僕の息子今1歳2ヶ月ですけど歩き始めて大人と子供が歩く違いみたいなんですね大人って歩くのって重いじゃないですか足取りが子供はですねはもう身内なぐらいどっかいろいろ行くわけですよ ってことは何が違うのかと。一歩踏み出すと、ババババっと世界が彼らは広がってるんですよね。マトリックスのようですよね。一面からバババ,バッっとなんか、あのー、まあ言ってしまえば、ワンピースの六牛みたいな能力ですかね。それだけ新しい世界が、自分の世界が広がってくる。大人もそういう世界に居続けたいですよね。なので僕は自分がちょっと最近ですね。 体を動かしてるんだなと思うので、新しい世界の扉、世界の果てを見に一緒に行きたい方は是非、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画はまた楽しみさようなら